のだけで化け物を飛び出し、化け物が化け物が獲物を探す東京、俺は化け物だけで。皆さんどうもこんばんは。今回ね、映画撮影でね、東京向かってます。高速に乗ってね、東京マラソン。そう、今回ね、皆さん、ノンフィクションドキュメンタリー、ノンフィクションドキュメンタリーのね、東京マラソン始まりました。はい、時は2018年の何日？2月20何日忘れた。日にちがよくわかんないけど、2月25かな、東京マラソン。今からね、あの菊池がグチンコで、東京マラソン走りまくるんで、まあどんだけのタイムでね完走できるのか、東京マラソン行こうぜ。羽田、こっからね、やっぱ俺らの東京マラソンがやっぱり始まるんだよね。マラソンはやっぱ羽田で、ゴールがね、やっぱ東京駅。やっぱ俺らがマラソンやっていて、どんだけ走れるか、俺らの脚力がね。伝説級のマラソン今回やるよ。トップクラス長距離マラソン。やっぱね、生きるってことは長距離マラソンみたいなもん。だからマラソンっていうのはもう生きることと全部つながってるわけ。わかるかな？全部わかるかな？俺らが。これがマラソンよ。マラソンでね。あ、あそこか。もしこちら止まってます。うん、どこにおるかだね。とんでもない、これ東京マラソン。メールだ。おるか皆さん、これが東京マラソン。わかる？月島、これ東京マラソンだ、これ。あ、おるか、菊池は。おるか。どこに行ったん、あいつ。走っとるな。分からんね。本当にまだ来てないかな。ちょっとこれはきついね。あ、取ってる。お前まだ来ないね。来んね。おかしいね。みんな赤やね。同じような感じ。これは分からん。これみんな東京、これが分かるよ。東京が始まる。折り返し地点になってるんですよね、ここ。折り返して、おるか。42.195キロ走るってどうですか。相当やばいです。過去走られた時はどんな感じだったんですか。死んでますね、死にかけ。地獄。本番地獄。4時間5時間ね、走るんで。ほとんどはもう寝たっきり。ねえ。遅いな、あのバカは。遅い、どう言ったんだろう。 いろんな人いますね。コスプレですか、これ。コスプレですね。目立ちたがりですよね。あ、すごいね、みんな。アフロの人もいる。いろんな人が。やっぱり、あの、走るってなんですかね。わかんないっす。走るっていうのはロマン。東京マラソン。走ったから何なんだっていう気もしますけど、何のために走るんですかって。でもこれがいいですよね。そこに道があるから。なるほど。
マラソン、2018東京マラソンのね、映画マラソン折り返し地点になってます。これいろんな人がね、もう命をかけて夢を追いかけて走ってるわけね。わかるかな、みんな夢持ってきてるわけ。これはこの音がね、速くなるとみんなもマインドコントロールっていうかね、影響を受けてちょっとスピードが上がってくると、太鼓の音で。ほらほら、完走できるかな、あいつ。できるでしょう、変人なんで。変人金玉のでかい変人なんで。玉木おじさん足をつって、やっぱりもう限界超えてるわけね。倒れる方も続出してます。これ菊池は来ないな。菊池ってあいつはもんな結構でもこれ、ね、見てるとね、足つってる方が多いかな。もういるね、あれ両津勘吉さん。あーちょっといないね。どうしたんだよ。本当にマラソンは昔からすごいんですけど、マラソンの高橋というかね、ものすごい人間なんですけど、ちょっと今回のマラソンいないね、本人が。とんでもないことになってきました。はい、これは大変なことになってるぞ。とんでもない状況になってるぞ、これ、皆さん東京マラソンのね、こういうとんでもない状況になってます。はい、とんでもないこと。俺はもう東京マラソンやった気分だけど、タクシーで追いかけているかどうか。いい橋脚だな、この橋脚。これはいい橋脚だ。皆さんね、もう走りまくって、これ日本橋からね、首都高、これ東京ですね、ここは。はい、ベンツもあるし、これ明治座である有名なんですよ、東京マラソン。これが見えるかな、みんな。これが東京マラソンなんだよ。おるかな、あいつ。コスプレイヤーの人とかいっぱいいるね。お、あれか、あ、違うな。どこ行ったんだ、あれは。どこに行ったんでしょうか。いろんな方がいますね、やっぱりね。マラソン、皆さん、マラソンってやっぱいいんすよ。これが夢があるんで、やっぱり全国、世界中からね、東京にやってきて、東京いい街ですからね、やっぱり全国区、東京はね。ああいないな、どこ行ったんだよ、菊池。いないな、おらんな、あのバカ。どこ行ったんだろう、いないな。あーマラソン大変ですね、皆さん。皆さんね、コスプレをやっぱりやられてるんで、コスプレイヤーなんですね、はい、これ日本中コスプレですね。日本中コスプレです。これはコスプレイヤーがやっぱりね、マラソンですから、これはすごいですね。いまだに発見できません。多いからこの団体におるんじゃんかな、いないのかな。あー、いろんな人が、このいろんな方がいるよ、バナナの人も。あー、コスプレイヤー、コスプレイヤーですね。あー、このラムちゃんもいますね。ラムちゃんコスプレイヤー、ラムちゃんがいる。うん、いろんな人がいるよ。あ、アラレちゃんもいるな。あ、ミッキーマウス。あ、スタンハンセン。スタンハンセンか、違いますこれがね、皆さん、東京マラソンです。走ることにやっぱり生きるってどういうことなのかっていう、そこが分かって出てくる、燃え上がってくるんだよ。生きるってどういうこと、生きるって走ること、そういうことなんだよね、俺ら。とにかく走って、走り切ると、これはやっぱりマラソンの醍醐味だよな、やっぱ俺らの。これ走ってると、ちょうどこの30キロ地点はね、今30キロ地点なんだけど、足がね、もうきついんですよね。足がきついですよね。足きついです。
30キロ地点はちょっとやばいんで。おったか、あれじゃないね、赤色で広島カープの服。そう、いないな。うわー、みんなすごい、ちょっと感動するね、こう自分のことを思い返すと。走ることによってね、いろんなものが、ワニの方もいますね。はい、グリーンのカメレオンの人、ピンクの帽子の方もいますね。手を振ってます。やっぱりこれ生きるってことは有志ですから、走ることにやっぱり意義ある。あ、おじいちゃん頑張ってる、おじいちゃん頑張ってるね、大先輩、すごいっすよ。これ挑戦する、そして完走するってことにマラソンの醍醐味で、皆さん大体足がもう痛くなってきてるんで、限界値に今足しつつあるという状況ですね。いないな、あいつは、いろんな人がね、います。マラソンっていうのはね、生きるってこと、走る人。いちごがいるね、いちごの方が頑張ってます。いちごの方も、走りまくってますね。イチゴがまだいました。はい。いろんな、あ、まだイチゴいた。イチゴいっぱいおるんだ。すごいね。俺はあの組だけかも。イチゴだらけなんだ。コスプレでみんなイチゴの。頑張ってる、でも。ああ、頑張ってます皆さん。走るよ。ちょっとこれ挑戦しますか、自分らも。行きますか。はいね。ああ、100キロマラソン。あるよ。行きます？コーチに。100キロ。100キロなんかしちゃう。200キロだ、200キロ。無理。200キロは無理やね。100キロ行く前に42行ってから。やっぱり生きるってマラソンなんですよ。はい。これでね、やっぱり乗り越えていこうと。走れるってもう倍率が13倍なんで、今回走れることだけで喜び、そういう状態。ああ、徒競走みたいな感じで走ってる人もいるし、すごいな。遅いなあいつ。ああ、うんこの帽子をかぶった方もいらっしゃいました。かわいいですね、うんこ。かわいいです。そんな人がね。もしもし、さらさん、おはようございます。やっぱあのゴール地点が一番盛り上がるかなね。そうですね。あ、ゴールしてちょっと感動で、感動の涙が。僕らもじゃあおみだ、おみだ頂戴で。ええ、ゴール地点で待つっていうのもありかも。ゴールする人々っていう。スプレーでね、足がつるんでやってるんですけど、なかなか会えない。どこに行ったのか。あ、コスプレイヤーの方がいました。で、足をやっていただくと。足はもうつるやね。
高がね、ああこのオランダ式のこれすごいでしょ。この皇居、皇居前の日本銀行、まっすぐ行って皇居がゴールになってます。この後がゴールになってますよ。感動のゴール、24時間マラソン20時間ね、ね、東京マラソン本物ですからね、これ本物です。本物の東京マラソンなんで、来ましたよ、走ってるね、あらあら来てるぞ東京マラソン、これがもうこれ乗ったらいいんだ。ああ東京マラソンでゴール近く、お来たぞ。さあゴール間近、あと何キロ、1キロ2キロぐらい、さあいけるか、来たか、来るか、あスパイダーマン、スパイダーマンだ、スパイダーマン、スパイダーマン来た来たぞ、コスプレも来てるね。ああこれはもうすごいです。よっしゃ、ああこれもうほんときつい、ゴール直前でね、あのきつい状態なんですよ、こういう状態、東京が、これが東京、東京マラソン。あと少しよ、立ち止まりが禁止、この辺はこんな感じでね、ゴール地点も行けず迷子になって、結局取れず目的も、こんな感じ、みんな、これ東京マラソン、これね、こんな感じで、こういう感じなんですよ。なんだこれ、違うか、あこれは東京マラソンじゃねえのかね、あこれは最初の人、あこの人がじゃあ早いの、はい、あもう絶対追いつけんの、そうそう、嘘、あ早すぎて、あ足大丈夫か、大丈夫じゃないよ、菊ちゃん足は足限界か、限界や、いやでも乾燥したのか、はい、な何時間、5時間、6時間半、6時間半かけて、ね、足が限界、6時間半お疲れ、きつかった、きつい、途中どういう、何を考えながら最後ゴール切ったわけ、あなたは、うなぎ、うなぎを食うためか、キクさんもう元気ないな、疲れ切ったや、疲れたな、うなぎ食って帰るか、流れ的にここは、え、なんで流れ的にこう、いきなりパワーってやったらいい、大金持ち的なことなんか言ってないけど、もういいね、ふわーふわー、なに今、おいしいのギャグ、ギャグだ、お前もやれ。